フランケンハウス。ピアノソロはここまで。ここからはクランケンハウスとして歌とピアノで盛り上げていきたいと思います。クランケンハウスボーカルのマイナスさんを皆様拍手でお迎えください。クランケンハウスのボーカルをしておりますマイナスです。普段はマイトビミントというあの個人サークルで絵を描いてるような人間なので、あの弦はどちらかというとこの客席側で、あそこら辺とかで楽しんでいた側ですので、まさかこちら側に立つとは思わずとても緊張しておりますが、皆様と今日のこの日を楽しんでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは1曲目、二日酔いの道場イムのアレンジで幻想の国です。Thank you.
では、続いての曲に参ります。2曲目、七つ石の狼、雲を取りにかけるのアレンジでアルコールコールでございます。一人きりのそんな思いかなだを山焼けの日に身を投げ今星になろう。
2曲続けてお聴きいただきましたが、こちらどちらも宮沢賢治にまつわるモチーフが含まれております。その内容がね、詳しく気になった方や、まあ、ちょっと今日聴いた曲が気に入ったっていう、好きになりましたっていう人がもしいらっしゃいましたら、物販の方に CD や T シャツなどを置いてありますので、ぜひお立ち寄りください。また明日の京都皮膚でもメンバーそれぞれ、各個人サークルで参加しております。まあ、ちょっとね、みんなバラバラなんですけれども、スペースそれぞれで来ていただければ幸いでございます。さて、早いもので次で最後の曲になります。あー、本当にあったありがとうございますありがとうございます。じゃあ最後の曲、マイナスさんの方から曲紹介をお願いいたします。はい、楽しい時間はあっという間、徹夜で遊んでも夜明けはやってきます。最後の曲はそんな朝焼けを迎える少女悲風クラブのアレンジです。聴いてください。夜明けの悲風クラブ。マイナス、あとここにはいませんが、カジバジンパシーとひとひらで合同サークルクランケンハウスでした。